はい、皆さんこんにちは。現在私は兵庫県は高砂市高砂神社に姿を現しております。全世界パワースポット巡りの旅その80、ついに80になりました。今回は兵庫県は高砂市にある高砂神社、こちらの方にやってまいりました。さあ早速高砂神社のお参りしたいと思います。こちらのね、高砂神社非常に古い神社でございましてね、神宮皇后がね、韓国に遠征された時にお帰りになる時にこちらの方に立ち寄って、そこからお宮さんができたというようなことで、非常に古い神社でございます。神門は木工門ということでございましてね、どちらかというと御頭天の門ということなんでございますが、さあ早速高砂神社境内に入ってまいりました。こちらはね、大穴無知の御事のみではなく、配信としてね、本殿に御頭天皇と針祭神お二人のご夫妻がね祀られておるということで、非常にね、平安時代にね、民の懇願によってね、廃神とすることで祀られておるということでございます。さあ心を洗い体を洗う手水舎、こちらの方でね手水舎でございます。手水舎で、体を清めて心を清めて神様の前に姿を現していると思います。センサーでございますのでね、そのセンサーがなかなか鈍くてすぐにお水が出てこないということでございます。ああさあ出てまいりました。しばらく時間がかかります。お水が出てきたら両手を洗わせていただきまして神様の前に現れたいと思います。御神木いぶきということでね、陽極高砂郷のゆかりの御神木でございます。こちらの高砂神社はね、陽極高砂郷でも有名な神社でございましてね、非常に昔から全国的に有名な神社でございます。この三御霊のですね、大穴無知の御事、御頭天皇、針祭神、この三神ですね、神様が本年にお祭りされておられるというようなことでございます。ですので、ね、この石柱もこれ置いてあると。これはね、意味合いとしてはね、そんなに深い意味はないようでございますけれども、ここから神域ですよというような意味合いでございます。主神は大穴無知の御事、そして配信は御頭天皇と針祭神、こちらでございます。この御柱の神様もこちらの中おるということでございます。早速本殿の方にね、拝殿の方にお参りさせていただきたいと思います。非常にね、歴史ある神社でございましてね、大きな境内とね、非常にね、曰く言われが非常にございます。どうぞお参りくださいませ。さあ拙者末社の方に向かいたいと思います。猿田彦大明神ですね。
いろいろつないでいただける神様でございます。そしてこちらの方は秋葉御秋葉大明神でございます。火事除けの神様、関西でねこの秋葉大明神祀られているのは非常に珍しいことでございます。さあこちらは天神社でございます。牛のマークで仏殿の中と思いきや実は天神様でございます。クリシマ社で、そしてこちらは稲荷大明神、正一稲荷大明神でございます。そして、八幡大神、天照スメラ大神、春日大明神、こちらでございます。住吉大明神でございます。神宮皇后とね、大穴持ちの三冠征伐、こういうことがあるんだろうな。上和神社、こちらも陽極高砂の方に出てまいります。非常にね由緒正しきお宮さんでございます。イザナギの御事、イザナミの御事、こういうことでございます。さあコンピラ大明神でございます。この廃仏棄却でですね、このコンピラ大明神は意外に排斥されなかったんですよね。御頭天皇はだいぶ排斥されてしまいました。こちらのコンピラ様はね、そんなにね排斥されることはなかった。でもね、これはもう仏教由来のね、インドからやってきた神さんであることは間違いございません。まあ船を守っていただけるというのは非常にね、この辺の人々にとって非常に大事だったんだと思います。まあ意外にコンピラさん、最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。